遊戯王ブレインズはギャロップ制作の日本のアニメ。テレビシリーズアニメとして2017年5月10日から2019年9月25日までテレビ東京他で放送された。テレビ東京、謎ズ制作のアニメ遊戯王シリーズとしては第6作目となる。今までの作品と同じく遊戯王オフィシャルカードゲームと大アップをしている。メインテーマは一歩を踏み出し、 トライしよう。情報型により、実際に経験する前に諦めてしまう子供たちに向け、自分の好きなこと、興味があることに対して、一歩を踏み出し、トライしてほしいという思いから生まれた作品だと発表されている。タイトルは、バーチャルリアリティ、人工知能、ネットワークシステムの3つを並べた造語に由来する、集英者の登録商標である。次回作。 遊行セブンズはアニメーション制作がブリッジに移行し、同時に制作委員会方式となったため、2000年から2019までの19年間の長きにわたり、ギャロップとなずが制作に関わる最後の作品となった。本作では、遊行のテレビアニメシリーズでは、唯一漫画作品としての展開が行われていない。本編の5年前、イグニス6体のうち5体はリボルバーに囚われていた。 唯一難を逃れていた闇のイグニスは仲間の5体を助け出し再び捕らえられないために自分たちの暮らすサイバース世界を封印したその過程で闇のイグニスはクラッキングドラゴンに眼球以外の肉体を奪われてしまう5年後リンクブレインズで活躍しているカリスマデュエリストのゴー鬼塚とブルーエンジェルがデュエルを始めようとしたところハノイの騎士が現れてリンク ブレインズの襲撃を始めた。その一方、現実世界にいる藤木優作と草薙昭一は、ある目的のために、ハノイの騎士を追いかける中で、謎の AI を入手した。その後優作は、プレイメーカーの姿を取り、リンクブレインズにて、ハノイの騎士とスピードデュエルを行う。スピードデュエルの最中に、謎の AI が呼び起こしたデータストームによって、プレイメーカーは、スキル、 ストームアクセスを発動、手に入れたデコードトーカーを使用しハノイの騎士に勝利する。その後リンクブレインズにスピードデュエルが普及し始めた頃、優作はカリスマデュエリストの鬼塚強し、ゴー鬼塚と財前葵、ブルーエンジェルと出会い、デュエルを行い、彼らと面識を持つ。ある日、ブルーエンジェルはプレイメーカーとのデュエル中に電脳ウイルスに侵された。 現実世界の葵は、リンクブレインズから、ログアウトできず、昏睡状態のまま病院に搬送される。そのことを知った兄の財前明は、これが、プレイメーカーの仕業だと誤解し、別所へま、ゴーストガールと手を組んで罠を仕掛け、捕らえたプレイメーカーを尋問していた。そこに、ハノイの騎士の狩猟、リボルバーが乱入し、葵の電脳ウイルスの除去プログラムとの交換条件で、 プレイメーカーに、デュエルを申し込む。プレイメーカーとリボルバーのデュエルで、プレイメーカーが勝利し、愛の本体プログラムと、電脳ウイルスの除去プログラムを入手、入院していた青井は目を覚ました。優作と正一は、ロスト事件の真相を掴んだというゴーストガールからの、メールを受けた。ソルテクノロジー社のデータバンクの鍵をかけてデュエルし、プレイメーカーは、ゴーストガールに勝利する。 ソルテクノロジー社に侵入したプレイメーカーはデータバンクまでの道すがらに追ってに追われるも後からやってきたブルーエンジェルと協力して敵を分散させデータバンクの最深部にまで到達するロスト事件の真相を先に知ったアキラはデータバンクの最深部に立ちはだかりプレイメーカーとデュエルすることとなるが勝利したプレイメーカーはデータバンクの中身をすべて採取しログアウトする 現実世界に戻った優作は、小一と共に、ロスト事件を解明する中で、元ソルテクノロジー社の科学者でかつ、事件の最高責任者だった、鴻上清志がすでに亡くなっているのを知る。リンクブレインズにログインしたまま現実世界に戻れなく、なる、アナザー事件が多発する中、郷鬼塚は、事件の実行犯である、ドクター・ゲノムとデュエルを行い勝利する。 アナザー事件の首謀者の一人で、オイに、電脳ウイルスを仕組んだバイラは、ブルーエンジェルとデュエルを行うが、ブルーエンジェルが勝利し、バイラがワクチンをばらまくことで、アナザー事件は解決した。アナザー事件解決後、島直樹のデッキに、サイバースウィザードが何者かによって入れられる。島が、リンクブレインズにログインした矢先に、ハノイの騎士に属する一般兵とデュエルすることになり、 島は勝利する。それを見たファウストは島を人質にとって、プレーメーカーとデュエルするも、プレーメーカーが勝利する。リンクブレインズに不穏な気配を感じ取った、プレーメーカーとアイは、地下下水道に侵入し、ゴーストガールと共に調査をする。途中から、別行動を取った、ゴーストガールはプレーメーカーより先に最深部に、到達しハノイの塔の動力源を調べていたところ、 リボルバーと対峙し、デュエルを行うこととなる。プレーメーカーは追ってくる巨大なモンスターを回避しながら、最深部に到達する。リボルバーとデュエルしていたゴーストガールは敗北し、ハノイの塔のデータをプレーメーカーに託して、ハノイの塔に吸収された。地下から地上へと出現した、ハノイの塔は6時間かけ6段の塔となり、塔が完成すると、 リンクブレインズやすべてのネットワークが崩壊し、現実世界に混乱が起こることがわかる。それを阻止すべく、優作、葵、鬼塚は、リンクブレインズに入りハノイの塔を目指して、別行動をとる。ブルーエンジェルは、スペクターとデュエルを行い敗北するが、後からやってきたアキラは、スペクターの罠にかかるのと同時に、リンクブレインズ内に蘇った、上博士と遭遇する。 プレイメーカーの前にもスペクターが立ちはだかり、デュエルを行うが、スペクターは自身もロスト事件の被害者であることを明かし、さらに、アキラを人質にとって、プレイメーラーに迷いを生じさせる。アキラは、プレイメーカーの迷いを断ち切るため自身を、データ化しハノイの塔に吸収されたことで、プレイメーカーは、スペクターとのデュエルに勝利する。ハノイの塔の目の前に到達した、ゴー・ニズカ リボルバーとデュエルを行うが、敗北する。プレーメーカーは、リボルバーとスピードデュエルを行い、両者ともにスキル、ストームアクセスで新たなモンスターを手に入れた。リボルバーが入手した、トポロジックガンブラードラゴンの効果で、両者ともに、引き分けで終わると同時に強制的に、ログアウトされる。ハノイの塔が、自動構築で完成していく中、現実世界に戻った優作は、 小一と共にスターダストロードが現れる海岸の上にある家に向かい、リボルバーの正体硬上両剣と対面する。両剣は、ロスト事件とイグニスタン城の真実を語る。真実を知ったユサクは、ハノイの塔を止める、よう説得するが、両剣は、受け入れず、二人は再びリンクブレインズに入り、完成間近のハノイの塔にてマスターデュエルを行う。 リボルバーは5体のリンクモンスターを揃え EX リンク状態となりプレイメーカーは窮地に陥るもプレイメーカーもリボルバーのモンスターを利用して EX リンク状態となった攻撃力9200まで上がったデコードトーカーの攻撃でプレイメーカーが勝利し同時にハノイの塔は消滅したその後現実世界に戻った両県は ハノイの騎士の解散と同時に旅立ち、アイはサイバース世界へと帰った。リンクブレインズは、ハノイの塔の被害が大きかったものの、3ヶ月後には、新生リンクブレインズへとリフォームしていた。その頃、草薙人氏はボーマンによって、意識を奪取される。それを見た兄の正一は優作に連絡し、優作は、新生リンクブレインズにてボーマンとデュエルを行う。その際、 愛が優作の元に戻り、サイバース世界は何らかの理由で、すでに崩壊していたことを告げる。ボーマンは、裁きの矢を使用して、モンスターの攻撃力を強化するが、プレイメーカーが勝利し、追い詰めようとしたところ、ビットとブートが立ちはだかり邪魔をする。プレイメーカーのデュエルを見ていたソウルバーナーはビットとブートを引きつけて、デュエルを行い勝利する。 プレーメーカーとソウルバーナーは引き続き、ボーマンを追うも、新生リンク、ブレインズの最下層に逃げ込まれてしまいそれ以上、追いかけられず、二人は、やむを得ずログアウトする。その翌日、ソウルバーナーの正体である、ホムラ・タケルと炎のイグニスフレームが優作の仲間に、加わり、サイバース世界崩壊の真実を追うため、人種の意識データを奪還するために、 新生リンク・ブレインズ最下層の調査を始める。新生リンク・ブレインズの最下層で、プレーメーカーとソウルバーナーは、ブラッド・シェパードと、賞金稼ぎに転属した、ゴー・オニズカに遭遇し、それぞれデュエルを行い勝利する。その後、風のワールドへと入り込んだ二人は、謎の建造物で、風のイグニス・インディと出会い、新生リンク・ブレインズに吹く風を和らげる、よう説得する。 その頃、ブルーガールとなった青井は、ゴーストガールと共に、風のワールドに入り込んでおり、ソウルバーナーは、ブルーガールとデュエルし勝利して、フレームが持つ強制ログアウトプログラムで彼女たちを、ログアウトさせた。プレイメーカーはボーマンを見つけデュエルするが、ボーマンは、マスターデュエルでは使えないはずのスキル、ストームアクセスを発動し、トライデントハイドライブロードを入手した。 デュエルにはプレイメーカーが勝利するが、決着と同時に、風のワールドが崩壊したため、プレイメーカーはソウルバーナーと共にログアウトする。デンシティへと戻り、再びイグニスの捜索を始める彼らは、ある日、怪しげなゲートを発見する。出現したゲートへと向かい調査を始めるプレイメーカーたちだったが、なんとそのゲートは、ブラッドシェパードが仕掛けた罠だった。 ゲートの中に捕らえられたソウルバーナーは、ブラッド・シェパードとのデュエルを開始する。だが、戦いの中でゲートに仕込まれた装置が作動し、ソウルバーナーは過去の記憶を暴かれてしまう。ロスト事件で植え付けられたトラウマが蘇ったことで、動揺し、危機に陥ったかに思われたソウルバーナーだったが、フレームの協力により、ブラッド・シェパードの裏を書くことに成功したソウルバーナー。 そのままデュエルの決着をつけようとしたその時、ゴーストガールが小一の用意した救助プログラムを書き換え、ブラッド・シェパードの罠を解除する。デンシティへと戻り再びネットワーク内の情報を探す優作たちは、ある時ネット上で地のイグニスを名乗る書き込みを発見し、書き込んだ人物とコンタクトを取る。指定された現場へと向かうと、そこには地のイグニスであるアースが待ち構えていた。 アースは人間の真意を見極めるためにプレイメーカーへ勝負を挑む。屈強な g ゴーレムによってアースに追い込まれるもプレイメーカーはアースに勝利する。アースとの戦いが終わり、再びボーマンに関する情報を集めようとした優作はある日デュエルディスクから愛が姿を消してしまったことに気づく。優作は原因を探るために小一と協力して、 デュエルディスクのデータを解析し、愛がアクセスしたサイトを発見する。残された手がかりから、愛の居場所を特定し現地へと向かったプレイメーカーは、愛と接触する、ウィンディ、そして光のイグニスであるライトニングと遭遇する。ライトニングたちは、イグニスが目指す、人類の後継種への道を歩むために、愛を仲間に引き入れようとしていた。人類と、 イグニスが共存できる方法を模索するプレイメーカーと、愛は、ライトニングの誘いを断りその場を去ろうとするが、思惑を知られたライトニングはプレイメーカーたちを捕獲、始末しようとする。窮地に追いやられたプレイメーカーだが、その時激しい雷と共に、リボルバーが現れる。イグニス殲滅のため、ハノイの騎士としての活動を再開していたリボルバーは、ウィンディとデュエルを始める。 壮絶な戦いが繰り広げられる中で、リボルバーは、ウィンディが、パートナーに危害を加えたことを明かす。残虐性を露にした、ウィンディに対し、リボルバーは、イグニスと戦うための新たな切り札、バレルロード S ドラゴンを呼び出し、ウィンディのモンスターを撃破する。リボルバーの襲撃を受け、人類を敵とみなしたライトニングは人類に、戦々復刻した。ライトニングと決着をつけようとするプレーメーカーだが、 ボーマンによって、行く手を遮られてしまい彼とデュエルをする。ボーマンはさらに研ぎ澄まされた戦術で強力になったハイドライブによって、プレイメーカーを芝叩く間に追い詰める。窮地に立たされたプレイメーカーだったが、愛が秘密裏に用意していた新たなスキル、ネオストームアクセスを発動し、手にしたサイバースクアンタムドラゴンを召喚、引き分けに持ち込んだ。 プレーメーカーは力が飛躍的に向上したボーマンを見て今後の戦いがより厳しくなることを痛感する。今後の戦いによりリンクブレインズに多大な被害が及ぶと想定するプレーメーカーはソルテクノロジー社のアキラ及びイグニスとの全面戦争が始まったことを告げる。一方、ライトニングによって捉えられていたアクアの救出に成功したアースは AI チップを脳に埋め込み極限の状態になっていたゴー・オニズカに吸収される。アースは自身のスキルを発動しとどめを刺そうとするが、スキルを無効化する力を得たゴー・オニズカに破れソルテクノロジー者に囚われてしまい、解体されてしまう。一方で、アースに解放されたアクアは、ブルーガールと遭遇。自身が生まれた元であるパートナーにして、青の旧友、杉崎美優の思いを伝える。 ミユの気持ちを知ったブルーガールはアクアと共にナイトニングと戦う決意を改めブルーメイデンとなる。プレーメーカーたちはナイトニングの手がかりを探している最中にゴー・鬼塚と遭遇しプレーメーカーとスピードデュエルを行う。ゴー・鬼塚はプレーメーカーのスキル対策としてアンチスキルを発動したのを逆手にプレーメーカーは罠カードを発動したがゴー 鬼塚の罠カードで無効にされてしまいプレイメーカーのライフを100まで窮地に追い詰められた。愛がプレイメーカーのライフ100の状態でネオストームアクセスのもう一つの効果が使えるのを教え、プレイメーカーはもう一度スキルを発動してファイアウォール X ドラゴンを入手し呼び出して逆転勝利を収める。デュエル後に愛は5、鬼塚の中にあるアースのデータの採集を行うが、 ソルテクノロジー社にいるアキラに、ゴーオニズカを強制ログアウトさせられ、アースの一部のデータとゴーレムクリスタルハートをアクアに託した。一方ブラッドシェパードは、荒い手段でイグニスを探したところライトニングの巨匠が現れ出て、その直後にライトニングとデュエルを挑む。ライトニングは、人間があの結託を感化することを許さず手始めに、イグニスを狙うブラッドシェパードを破り、 人間側の陣営を減らした。動き出したライトニングに対抗するために、リボルバーはプレイメーカーたちをリンクブレインズへ呼び出し、一時的な共闘を提案する。決託したプレイメーカーたちは、ハノイの塔の力を使い、ライトニングたちが潜む、ミラーリンク、ブレインズの存在を解き明かす。ボーマンのシステム動機の時間を稼ぐために現れた。 春たちの攻撃を尻けるプレイメーカーたちだったが、ライトニングの作戦によって、ちりじりになってしまう。そしてライトニングは、別れて行動することとなったプレイメーカー陣営の中から、スペクターを標的に選ぶ。ライトニングのリンクマジックを奪い、デュエルを優位に進めるスペクターだったが、リンクマジック対策を見越していたライトニングの戦術に、敗れてしまう。さらに、ウィンディが動き出し、 ソウルバーナーへと襲いかかる。自身のパートナーの存在を否定し、危害を加えた、ウィンディに対し、ソウルバーナーは、怒りの炎を燃え上がらせる。イグニスとの絆を信じる彼は、フレームと協力して、窮地を突破し見事ウィンディを撃破する。ソウルバーナーの戦いを見届けた、ブルーメイデンは、ボーマンと遭遇し、デュエルを始める。ボーマンの猛攻を大しのぎ、ブルーメイデンは、 持てる力のすべてをマンにぶつける。だが、リンク、ブレインズと同期し、陣地を超える力を手にしたボーマンにはかなわず、破れてしまい、アクアを吸収されてしまう。ライトニングたちとの交戦で、次々に仲間が倒れていく中、プレイメーカーの前に、突如正一が姿を見せる。彼はライトニングに、弟、ひとしを人質に取られたことで、 プレーメーカーと戦うように仕向けられていた。これまで支え合った小一との戦いを受け入れられず、攻撃を躊躇するプレーメーカーだったが、戦いの中で草薙と交わした約束を思い出し、決意し、勝利を収めた。しかし、小一との戦いによって、精神的なダメージを受けたプレーメーカーは、その場で力尽きてしまう。非道な手段でデュエルをさせたことによりソウルバーナーは、怒りを燃やし、 ボーマンとデュエルを行う。ボーマンの圧倒的な力の前に敗れたソウルバーナーは、後のことをプレーメーカーに託し消滅した。ソウルバーナーのデュエルを見届けたリボルバーはライトニングを呼び出し、デュエルを進めながら、ライトニングの悪行を明かしていく。イグニスに関する騒動はすべてライトニングによるものと、明かしたリボルバーは、勝利目前まで行くも、 ライトニングの決死の反撃に相引き分けと思われた。しかし、ライトニングは、エクストラライフを発動して、自身のライフと人志のライフを変換して勝利するが、ボーマンに託して吸収される。リボルバーはプレイメーカーに全てを託し消滅した後、プレイメーカーとボーマンとの最終決戦が始まる。AI が人間に代わる支配者になるのを目指すボーマンは、 プレイメーカーを全力に潰しにかかっていく。リンクブレインズ内にいる人間の意識データを利用し、作中発のリンク5モンスターを召喚し、圧倒的な力を見せつける。しかし、ハノイの3騎士やアキラ、ゴーストガールの協力によりボーマンの力の一端を阻止する。愛も、ボーマンの中に侵入し吸収されてしまった同胞のイグニスたちを助けようとするも叶わず、 逆に最後の思いを託されてしまう。イグニスたちの思いがこもったリンク5モンスターをプレイメーカーは召喚し、ボーマンに逆転勝利を収める。ボーマンは愛に意味深なことを伝えると吸収していた人間たちの意識データを解放し、自身はミラーリンク、ブレインズと共に消滅した。ボーマンとのデュエルを終え、唯一の生き残りのイグニスとなった愛は優作から離れ、 サイバース世界で消滅した仲間たちの墓標を立てていた。愛はイグニスとしての姿を捨て、人間の容姿に変化し意志を持つようになったロボッピと共に意を決して行動を起こす。愛はソルテクノロジー社の弦トップクイーンを襲撃し、コードキーを手に入れる。もう一枚のコードキーを持つ財前に3日後に襲撃を予告する。 襲撃予告を受けた財前はプレイメーカーをはじめとする、デュエルの実力者やハノイの騎士に、自身の警護を依頼する。愛との戦いに優作は最初と惑いを見せる。3日後、財前、ソウルバーナー、ブルーメイデン号鬼塚、ゴーストガール、ブラッドシェパードリボルバースペクターハノイの3騎士と、実力者が勢揃いの中、愛とロボッピーは2人で予告通り襲撃する。そこに、相棒として、 愛を止めることに決意を固めたプレーメーカーが現れる。しかし次々と阻んでくるデュエリストたちを愛とロボッピは打ち倒していき、ついに財前までも倒し、コードキーを手に入れる。その後、愛はソルテクノロジー社のコンピューターを制圧。ロボッピに一つのデータとリンクブレインズ内に家電の王国を与える。彼を称える家電たちに喜ぶロボッピのもとに、 ソウルバーナーが現れ、彼とデュエルをする。序盤は、ソウルバーナーが、デュエルを優勢に進めるも戦いが進むにつれて、ロボッピの知能が徐々に進化し、場を逆転するもデュエルの情報量による負荷とイグニスのプログラムに自信が耐えられず、愛に出会う前の家電ロボットに戻ってしまい、デュエルを続行できなくなり敗北。戦いの後、ソウルバーナーは、愛があらかじめ、 ロボッピに持たせておいた自身の居場所を記したデータを手に入れる。そこに、リボルバーが現れ、データを渡すようにソウルバーナーに迫るも拒否し、自身の因縁との決着を含めたデュエルを行い、私立を極めた戦いの末に、ソウルバーナーが勝利を収め、リボルバーに罪を償うために自首をするのではなく、ロスト事件を忘れることのないために、ネットワークの監視者になるように悟し、 リボルバーはそれを受け入れて去っていく。その後、ソウルバーナーはデータをプレイメーカーに託した。後日、優作はデータが示した場所へと向かう。その場所とは、愛が制圧したソルテクノロジー社のソルティス製造工場であった。そこで優作は大量に生産された愛の人間体を模したソルティスを目撃する。愛はこのソルティスに自らの意志を与え、 世に放つことが最終目的だと優作に教える。それを阻止するため、愛とプレーメーカーと互いの存在をかけた最後のデュエルを行い、プレーメーカーが勝利する。その後、愛はデュエルで勝利して奪った人間たちの意識データを解放し、最後に優作が自身につけてくれた名前である、愛を気に入っていたこととその名前の意味を教えてくれた。 有作への感謝の言葉を告げると共に消滅した。3ヶ月後、平和を取り戻した、リンクブレインズにログインするプレイメーカーとどこかのネット空間で目を覚ます愛の姿が描かれ、物語は幕を閉じる。人物名とアカウント名が共に明らかになっている。登場人物は人物名、アカウント名で表記する。バウンティハンター指名手配されたプレイメーカーとイグニスを捕獲するため、 クイーンが創設した特殊捜査チーム。電脳トレジャーハンター、ソルテクノロジー社のセキュリティ部長、財前明に雇われた女性ハッカーで構成された、イグニス特殊捜査チーム。優作たちが通う高校。部活動に、デュエル部、矢野正明、竹島聡之介、若山明久が存在する。三騎士アナザー事件を指揮する三人の幹部。アバターは、 ハノイの騎士共通の白スーツに左目だけ仮面をつけている。もともと上博士と共にロスト事件を引き起こしイグニスを生み出した科学者たち。それぞれがリンク、ブレインズのカリスマデュエリストであるプレイメーカー号、鬼塚、ブルーエンジェルとデュエルする。三人とも敗北し、電脳世界で深い眠りにつく。事件後はスペクターと共にすでに眠りから目覚めており、 再び活動を再開している。ミラーリンク、ブレインズの戦いでは、小一がライトニングの思惑で利用され、デュエルに敗北したのと同時に消滅され、プレーメーカーの後方支援の代わりをゲノムとアッソウが、務めた。第3シリーズでは、アキラの護衛を引き受け愛とのデュエルに敗北し、消滅する。プレーメーカーと愛のデュエルで、プレーメーカーの勝利したのと同時に意識を取り戻す。 スキル一覧。アクセスコードトーカー。遊戯王ブレインズ徹底解剖。遊戯王ラボは、テレビ東京、ナズ制作の遊戯王情報バラエティ番組。2017年4月5日から5月3日まで、テレビ、東京などで、テレビ放送された。海馬コーポレーション社長、海、マゼジンを尊敬しているバイキング小峠が、遊戯王の研究機関。 小峠コーポレーションを設立したという設定で、アニメ、オフィシャルカードゲーム、モバイルゲーム等、遊戯王の魅力を伝えていく。出演者スタッフ放送。ありがとうございます。